イグアノドン類あるいは、イグアノドンティアは、ジュラキ中期から、白秋後期に生息した、草食恐竜のクレードである。このクレードには、カンプトサウルス、カロボサウルス、イグアノドン、テノントサウルス及び、カモハシ恐竜とも呼ばれる、ハドロサウルス化が含まれている。イグアノドン類は、最初に発見された恐竜の分類群の一つである。最もよく知られている恐竜であり、白秋においては、 最も広範に分布したような草食恐竜であった。ムッタブラサウルスやアンキロポレクシアの大部分といった派生的なイグアノドン類は一般に大型の動物であり、ある種のものは最大級の肉食恐竜に匹敵する大きさであった。ベントンでは、長脚類を下目と位置づけ、イグアノドン類には階級を設けていないものの、しばしば長脚上目内の下目とされることがある。イグアノドン類は、 伝統的には、イグアノドン上下及びイグアノドン下に分類されていた。しかし、系統学の研究から伝統的なイグアノドン下は、ハドロサウルス下に至るまでの多系統群であることがわかった。伝統的なイグアノドン下のメンバーの多くは、現在、より包括的な分類群である、ハドロサウルス上下に含まれているものの、イグアノドンとイデアのような分類群はいまだに、 しばしば階級なしのクレードとして、科学文献で使用されている。イグアノドン類は、一般的に、パラサウロロフスワルケリを含み、ヒプシロフォドンフォクシーもしくはテスケロサウルスネグレクトゥスを含まない最も包括的な分類群、もしくは究極的には、最新の系統解析の結果から得られた、これと同様のグループとなるような種の組み合わせで、定義されている。この分類群は、 最初2008年にポールセレノによりクレードとして定義された。下記のクラドグラムはバトラーへ通る2011に従ったものである。ありがとうございます。